はい、どうも、ジュリアスです。ゴースト・オブ・ツシマ、続きやっていきまーす。なんだこれ、生体人形みたいな。飛行の位置かな。お、朝があったぜ。今回はね、伝承をやっていこうかな。この、憤怒の舞というのを欲しいんで、琵琶法師に会いに行きましょう。ということで、ここがハテナになってるから、まずそこに行ってから上に向かおう。いい子だぜ。向こうだ。あ、死体やから行けんのか。おはーねー。よし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 、頑張れよ。どこだ？もっと向こうか。嵐がすごいな。何？なんだここは。野営地かな？なんだその前髪は。 元からか、もうこの。遅いよ君。ちょっとペースが変わってきたね、やっぱり。甘い。どこや。効かんぞ。ほい。お、なんかいるぞ。それだけ？まだいそうな雰囲気出してるけど。なんだこれは。イノシシを丸焼きにしてんのか。イノシシなのか豚なのかよくわかんないけど。わお。人間まで丸焼きにしてるじゃないの。何もない土地なのか。よしよし。ん？何これ？こんなとこに落ちてんの？ほうほう。よしよし。もうちょい向こうか。すごいね、霧が。この辺は。私が誉れてないのか、そもそもそういう土地なのか。まあ、多分誉れてないからやろうな。おろろろろろろ。おろろろ。この上っぽいな。何？おお、クマちゃんいるね。逃げて、お、な、あれ当たってないの？おー、いけた。 弓の腕がやばいっす。お、なんかのろしが上がってるぞ。のろしというよりあれかな、火を使ってるだけか。村だということやな。おお、いい音するね、これ。新たな場所を発見したぞ。おお、すげ堺様。え。おお、ケン、あれ？ケンジがいんの、ここ。あれ？ここを目指してたはずが。気のせいやったな。ちょ、ケンジは後だ。私は琵琶法師に会いに来たのだ。琵琶法師は上ですか？下だね。ピーピー鳴ってるよ。あら、やばい。おー、痛い。あー、でも間に合った。怨霊？
元槍川は危うい地でございます。元槍川は危ないのか。何があった。街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊。怨霊。あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり。修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して数多の武者が相はずる。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め時より公を滅ぼせり。末後の息で時より公苔の下よりよみがえり志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死。時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたも。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか。この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと。怨霊を祀る社に供物が満たされた時報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる。怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。復讐の決心。儀式を結局火を使ってやるからそれを見つけろってことか。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。私にとっては。よっしゃー、見つけてくるぜ。おお、ホタルがすごいねこの地域は。あのホタルはキツネさんのホタルだな。あれ、かけろ。のろし向こうじゃないの。あれ、霧？これはのろしじゃないのか。なんか猛虎っぽい元の場所に。え？白いのろしを見つけよう。こっから見つけんのか。のろし、あれじゃない。もっと身近にあんのかな。のろしのろし。うん、見当たらんぜよ。どういうことだ。ああ、結局この辺にあるってことか。この北だな。さては、そうか、本槍川の中にあんのか。一番北を目指そうじゃないか。この山の上だ。お、あれじゃないの、のろし。完全なるのろしです。うー、もう他ないもんな。降りれるかい。降りれた。いた。いい。ソラちゃん無茶はいけないよ。これじゃないか。
槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか。おお、これが社か。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいます。息の根を止めてください。裏切り者を探してください。平太郎は裏切り者です。平太郎か。近くの野営にいるので、息の根を止めてください。流民の野営のことだ。おお、さっき言ったところか。こうやって書けば願いが叶うと、そういうことやな。ルミンの野営ってここか。酒井様、何かご用ですか。用だぞ。平太郎はおるか。ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を。もうこの大間さん、これゲホゲホなるよ。行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。どこでなら話をできる。参ろうぞ。取るもの取ってから参ろうぞ。どこじゃ。平太郎。私を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらった。怨霊に助けてもらったの。ますますわからんぞ。どうした？こっか？おい、なんか変な道通るな。毎晩ここに来ていました。墓？誰のものだ？藤次郎のものです。俺のあれでして。こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。有明。ありがとうございます。白い煙。あ、他にも探すのかこれ。つまりは。おい、空ちゃんどこ行った。空。あの奥が怪しいの。走れ、ソラ。あれ、なんでもなかったぞ。何やこれ。もう皆さんの短冊をどんどん暴いていくみたいな感じなのか。煙が見えませぬぞ。白い煙。ん？何を見とるんだ君は。ルミンの野営なのかな全部。ん？どんどん北の方に行く感じになってんのか。元槍川は結構広いのかな。また煙が出てきよったぞ。煙というより霧か。煙っているのはどこだ。高いところに出れば見えるはず。ん？なんか拾った。煙って感じじゃないな。のろしをあげてるのはどなた。え、何や、もうこの大肉性が待ち受ける陣に入った。いた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 、いた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 、何それ。いた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 、これ強制キルじゃない。いた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 、ちょっと
完全にまだ来ちゃいけないところやっけ。 いや、空中で弓めちゃめちゃ入ったぞ。これどうなってるんだ。あれは来ちゃいけないサインか。その手前でか。これは？おお。その手前で探せ、のろしを。ひょっとしてのろしを見つけてからさっきのとこ行くのかな？ああ、のろしあった、見つけた。結構遠かったな。だいぶ遠回りしたのか。誰かが文を残した。お、便利やな。猛虎って書けへんのか。猛虎が仲間を捕らえております。この近くの何これ、伏川沿いに野営があります。お助けを。猛虎は我らを捕らえ、伏川沿いにある野営に連れて行きます。伏川か。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。で、さっきのところ？いや、違うな。向こうに行ってる。この火のところか？お、主らか。おお、燃やされてるやん。完全に。助けて！出してください！落ち着け。鍵を開ける。待っておれ。ここで何が？本領が。皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ島の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。何をそうして怨霊と呼んでんねん。怨霊は次の社に向かったな。え、これ猛虎。ああ、そうか、猛虎も民も。猛虎を切って、ん？どういうことや？民を売ってる。まだまだ謎が大きい。次はどこじゃ？次こそこの先か？ああ、でもこの捜索範囲を超えたらあかんねんな。どこじゃ、どこじゃ。煙はどこじゃ。ん？あれか、煙は。見つけたぞ。おう、ここにも社がある。これが社なのね。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。おお、そういうことか。なんかガヤガヤ言うてんな。争い近い。行くぞ。ん？どこだ？すげえ声だけすんね。これはまた降りれないパターンか。ほほほ。降りれないぞ。そこから降りろと。あー、やばい。え、音量を探せ。あ、もう降りてきたのね。音量はどこじゃ。あれ、入れない。どこかに隙間があるはずだ。あったぞ。長いこと使われておるようだが、社に備えられていたものだ。これがか。ホームホーム。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。どういうこと、要領を得ないって。言葉はちゃんとしてるけどってことなのかな。槍川の武士の兜。おお、
あ、だからそのコスプレをしてきてるってことか。槍川家の旗がある。槍川家の武士に生き残りがいた。これが正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。四つ葉のクローバーが槍川の家紋か。他の社を探すの？要領を得ないから生き残りってどういうことなんや。他の社、あれれ、またのろしを見つける感じなのかな。そうか、さっきそこ行ったもんな。ここへ。うん、あれか、かけろ。今回は見えるようになったな。ここに亡霊がおるのか。ここにも供物が。お、踏みがあるぞ。坂井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬坂井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてくれ。坂井の犬か。そうそうか、坂井家を倒すって言ってたのな。誰を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。すげえがさか、金剛の庭。そちらか。私自らへ。ん？なんやなんや。どうした？金剛の庭に心当たりは？白い花が一面に咲くというところだとしか。ほう。白い花が一面に咲く。決戦の時やな。ん？なんか。白い花が一面に咲くとはどこじゃ。あ、ただの武士か。あれ、こっちの方がこう刺してたよね。一面に刺してないね。走れ、そら。あら、風が止んだ。庭、庭。なんかすごいことなってんぞ。音量がかけていきました。お、音量きたか。ホタルだらけやぞ、なんか。すごくね、これ。しかも、金剛像までいる。すご。これ、風神雷神？金剛力士像かな。真ん中にすごいものいるぞ。完全にこれ、あれやな。あ、ユタヤ。タイのヤユタヤ遺跡。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが音量は。今日はどこだ。かっちょいい。いやでもこれが生えない。いやかっこいいね。蜘蛛を拾え。わお、すごいね。俺に当ててやる。槍川の怨霊に取り殺されろ。槍川の怨霊に取り殺されろ。はい、怨霊、巫女様みたい。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風。その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。怨霊との戦い。見守ってるやつおるよ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋うどん、槍川の民すべてが坂井家と志村家の死を望んでいる。
我らを許した者もいる。復讐を求める者のため我が安らぎを与えるのだ。痛い。はあ。生き返れんのね、ここは。ほら。ん？何？お、石の型に変えろと。おい、はい。ほら。おい、はい。ほら。試練一戦。おお。その動き見切った。見切ったぞ。やり顔で死ね。おい、たー。たわいない。たわいない。それでも武士か。痛い。やめてよここでも取れんな補正しすぎか、これ。いや、まあ幻想的なのもよきよき。小脇女子よ、いた。おいや、ほら遅い。危ない。あら、ほら。うん。あら、はいや。次が続かんのか。うえ、早いよ君。その動き見切った。見切ったぞ。やり顔で死ね。はいはいや。痛い。強かった。いない。それでも武士か。やられた。あいや。お、連続切りの方が強いな。はいはいや。おわ。あいや。その動き見切った。見切ったぞ。やり顔で死ね。あ。試練一戦。試練一戦。おお。何をしている。何をしている。見極めておる。これ。あら。違う、死ぬのはお前だ。ほほ、すげえ。お前は腕が立つな。怒りのあまり真の敵を見誤ったな。フンヌの舞はもらい受けた。もらい受けた。使わせてもらうぞ。フンヌの舞かっこいい。何これ。陽の無念かな。毒々しい鞘に収められた刀は人外の力をまとうという。人外の力はムカデか。まぁ、あ、ちょっとやってみようか。お、サーカオルト百姓が進んだぞ。あら、お、ギャラリーの皆さん私がやられるのを見に来たんじゃないのか。お、なんかいろいろ進んだな。ん？フンヌの舞？おお。ちょっと早すぎるぞこれ。いや、どう撮ればかっこいい。おお、これでもいいね。ホタルってこんな音してんねんな。聞いたことない、ね。かっちょいいね。ははは。え、これ。気力3も使うの？あ、いつの間にか気力7になってんな。巫女さん強かったぜ。なんかいろいろ更新されたぞ。浮世草がいっぱい増えた。じゃあ近くのやつか。この辺の。が、また使えるようになったのかな。おう、五作の伝説はまだ行ってないもんな。メインか、これが。
ヨルズヤとワナシしかない。ふん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 。超。いやー。もうコントローラー嫌。ケンジーやってみようか。あれ？ケンジー向こうか。これは突っ切れる。おい。おお、危ない危ない。向こう。降りなあかんな。広いな、元よりかは。最初の方に賢者おったもんな。おったおった。酒井様。どうした？ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。んこの木を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。あえて乗るのか。さっきのところかな。サカウルと百姓、あの行けなかったところに行けんのかな。案内してくれるということ。妖艶に行け。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。助けるだと？お前の利益のために動いてんだろ。こっち？ここかな。やっぱさっき来たの。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。おう、集めるんだ。もう物資を手に入れろ。もう私も漁るのか。ガンガン漁っていこうじゃないか。お、そこにあんのかな。何個か物資を集めればいいのか。ケンジ、殺してやる。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。またかこいつ。連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。調子のやつや。ケンジ、騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。また猛虎と取引したな。こいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？スゲガサ州から盗んだ。酒井様、猛虎の気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。おい、切って死んぜよ。痛い痛い痛い。ちょっと早すぎるでしょ。おら、うんうん、くつい。おら、すげえかっこいい技見してやったぞ。おら、うん、痛い。あら、また追跡された。痛い。小瀬のこと。あいや。おお、なんか危ない。おい、弓がいっぱい飛んできてんぞ。
はいはい。おお怖い。何や熊だ逃げろ。どっから撃ってきとんねや。バンバン弓飛んでくる。あ、いたいたいた、いた。すげえガサやんけ。まさかすげえガサが戻ってきてるなんて。やつも取りに来たのか。おい、危ない。ダチ。おい、後ろがガラ空きだぞ。何、クマ？間合いの取り方お前は知らんのか。ああそうか、すげえ傘がこれで来んのか。ほらまとめていけ。あら、おお、クマ来た、クマ来た。クマが来たぞ、クマが。よし、ほら上で見学だ。よし、行け行け。え、クマやられたの？そんなのダメだよ。はい、ドン。あら、おお、上に登ってきてた。私はヒヤを放ってやろう。どこに？今上に来たよな。どこだどこだ、いたぞ。はいはは、他にはおらんのか。結構クマが暴れたな。おら、ケンジ、夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。クマ様万歳や。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。何しとんねん。ありがとうございました。ああ助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、空気読めへんやつやなこいつ。やっぱあっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。まあ、ほんまに届けんのやろな。酒井と百姓。お、それ技量上がってるやん。全然使ってない。優勢の五分。優勢。あ、暗軍のダメージか。あれ見ろ、失敗したじゃないか。怒るな。万事うまくいったのに。うまくいってない。もう杉笠衆も死んで、欲しいもんは手に入ってる。これで槍川のルミも喜んでくれるって寸法。こいつ作詞やな。相変わらず人を使うのがうまいな。最終的には解決させるという。お前また酒飲むんじゃないだろうな。ちゃんとこいつ追っていかないと。酒飲みよるからな。おお、こっちを警戒してるな。ん？お前これ酒やろ。ちょっと待って、お前ちゃんと酒飲んでないかチェックやつは。ひょうたんは持ってるだけか。いやでもまあまあ回収してるだけが罪にを。ザクザクいってんな、この野郎。いやあ、クマちゃんがすげえがさ、と。
もうこうバシバシ切ってくれたからな、楽だった。あいつひょっとしてケンジがあれか、檻を開けてクマを放ったのか。なかなかやるではないか。だいたいこんなもんかな。なんかお狐様の声がするな。ケンジはどこ行った？お前ちゃんと、お酒飲んでる様子はないな。さすがに。あいつはもう帰っていくぞ。わ、これや、きっと。お狐様はこれや。あーあった。お狐様。そちらで参るか。お、花まであるじゃないか。おお。え、これじゃないのこれ。ああ、湿地帯やから回っていくのね。おお、ちゃんと飛べと。すごいとこは。お、あと4つ、3つ。静寂の五符が手に入る。あれ？もう五符が強くなったのかな？五符。永続的に上昇。小さな。まあまあ、そのうち上がるんでしょう。おお、すげえ傘がいるじゃないか。そこに。切って死んぜよ。もう妙な兵具、アングのことか。おい、ビビらせんな。剣道かお前。お前は実際の盾は私の方が強いぞ。おりゃさっさと来ぬか。私は強い。よし、技をと言ってたこれをマスターしましょう。連殺来い。助け様に敵を三人も来れば活路が見出せよ。活路が見出せよ。ほほほ、いいね。その後にちょっと型を一個極めたいなと。あ、これでいける。型極めとり。他の方はもうな、どんどん増やしていこうかな。石の方とか全然鍛えてね。二段突き。ソーラさん、ソーラさん。お前は確認がない。あとは、なんか、ああ、これ伏してら？メインのやつがあんのか、ここにも。ちょっと、ここを生き残してるから、行ってみよう。こちらか！なんやろな。あそこも、お狐様かな？ひょっとしたら。それとも、野営地か。なかなか幻想的やね、これ。地帯に入るってことが、まあ、基本ないからね。生きててこんなとこ歩いてみたいな、うん、おお、これ渡れるのか。渡れないね。そうかそうか。だからこの音がいいね。またえ、あ、びっくりした。何が来たかと思った。
未踏の地じゃぞ、ここは。わお、クマが。おお、一撃一撃。ああ、でも、あれか、まだ燃えてんのか。鉄ハウと、燃えてるところにはね、ソラちゃんも近寄れないか。野生の勘が言っておる。ん？お寺様か？一騎打ち！おお、すげえ傘か。かっこいいな、この方。でも石の方か。あれ一人。お主一人で何しとるか。やられっぷりがいいですね。あれ。またお狐様の声が聞こえるぞ。あら、どこだ。あ、いたいた。やはりお狐様のところだったか。どこじゃどこじゃ。おうおう、いけるの、いけるの。すごいとこ通らすね。ソラちゃん頑張れ。いや、ソラちゃん登れない。バイバイ。あれ、どこ行った？狐様。見逃した。あ、これか。ありがたき。あと二つ。お、待ってる待っておる。顔面ドアップやで。すごいな、毛並みが。いつもありがとうな。バイチャー。おお、あそこなんや。長弓ならいけるんじゃなかろうか、あんな奴ら。なかなか倒せないな。矢が尽きるぞ。落ちてるな、結構。めちゃめちゃ落ちてるぞ。ああ、最後まで引いてないからか。ああ、最後まで引いてないから。何を隠れておるか。倒したはいいけど。取りに行かねば。降りれるのか、ここは。降りれるな。と引き事は言わせぬぞ、お前ら。あ、お助けもし、お助けまであったのね。よう爆発から生き残った。ありがとうございます。沼田の近くの湿地に行ってはいけませんよ。なぜと。が隠れているんです。奴らも知恵が回る。略奪の足場となり、兼田の木から出た者も襲える。もしかして行くのですか。行かずに何とする。行かずに何とする。結構な数いたね。こっちに持ったな。
や、長弓もやっぱ最後まで引かなければ落ちるんやな。感謝してもしきれません。お、対馬のために尽くすのじゃ。あら、そこにもなんかあるぞ。もう反射の逃げ場。あ、連殺できた。痛い。おらー、しょん。はいはい、熱い。おらー、はいはいや。痛い。何何、どっから来てんの。はいはい、おい、痛い、死んじゃうよ。なんか強いな、いるね。おい、はい、闇打ち。あとは弓、あんなところにいるの。弓がいっぱいいるね。おい、降りてきたか。お前など地上では相手にならんぞ。いたいた。落とされた。はいや、3発。甘いわ。いや、フンヌの前も強いね。使いどころがちょっとあれやけど、ちゃんと3人蹴らないともったいないっていうか。おお、良いことをしたぜ。鉄、そうか、どんどんな資源を集めないと。なんかブルブル増えてるな。なんかがあるぞ。フミか、きっと。もうこの、こん中かな。何か重要なものがあるはずだぞ。鳥持ちやしな。あれ、なんかそういえばアップデートで近くになったらなんかわかるみたいなやつじゃなかったっけな。あ、このホタルがひょっとして知らせてくれんのか。なんかホタルが導いてくれてる感じがする。え、ここ、え、消えたぞ。ホタルが、ホタルが、ホタルがここだと申しておる。あ、これや。お、消えた。ホタルが案内してくれるようになった。いいね。これで無駄に探し回ることがなくなったぜ。ない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 言って。よし。はい、ということで今回はここまでで、また次回続きやっていくのでお楽しみにお待ちください。それではまた。